さあそれではですね、中本鈴香を語り尽くすということで、実は前回というか一回やってるんですけれども、今回はまあ初心者向けということで、タイムラインを見ながらですね、軌跡をたどっていくというようなそういう内容になっています。まず中本鈴香、1997年12月20日広島県で生まれる3人姉妹の末っ子で、1歳年上のお姉さん中本姫香はですね、乃木坂46のメンバーですね。今ですから、まあ、2人、芸能で活躍してるわけですけれども、で、芸歴がね結構長いんですね。すごいですね。5歳からもうですねイメージガールとして活躍してるわけです。で2006年に入って、アクターズスクール広島ですね、アクターズスクール広島のオーディションに合格します。で15期生として入学をします。2月26日ですね。でアクターズスクール広島の卒業生インタビューっていう特集記事があって、でこのアイドルネッサンスのメンバーの石野莉子、この方もですねアクターズスクール広島の卒業生なんですが、のインタビュー記事が出ていて、その当時のですねことを語ってるわけです。でモーニング娘。の鞘師里保とベビーメタルの中本鈴香がアクターズスクール広島を引っ張っていたと。常に2人はトップにいて、もう全体を引っ張ってる感じでしたと、こういうふうに言ってるんですね。2人は同じクラスになることが多くて、クラス内のオーディションで歌わりを決めると、どっちが大サビを歌うかを発表されるような感じだったと。で2人ともみんなの憧れの存在だったということで、まあ後輩からしてみればですね、もうグランプリ取ったりオーディションで合格してステージに何回も立ってるわけですから、まあ憧れの存在だったということですね。これ大サビっていうのはですね、楽曲の2番が終わった後にサビ旋律が繰り返されますよね。あの部分ですね、もしくは間奏を挟んでサビ旋律が繰り返される部分、楽曲のクライマックスで一番盛り上がるところですね、そこを誰が歌うかっていうことですね。その時に鞘師里保か中本鈴香どっちが歌うかみたいなですね、もうそんな感じになってたっていうことですよね。ですからそのぐらい、まあ、目立ってた2人だということですね。で2008年からちょっと大きい動きが出てきます。まあ、1月20日に島根ふるさとフェア、これはスクールの方のイベントの方で、まあ、お姉さんとのユニットで歌ったりソロでメランコリスタを歌ってますけども、2008年のこの1月、ここで、少年サンデー、小学館の少年サンデーで連載している、絶対カレンチルドレンという漫画がありますけれども、このアニメ化が発表されます。でその主題歌オーディションというのがあって、ここで、中本鈴香がですね AKB48 のビンゴを歌って、見事オーディションに合格と。で初めてのレコーディングっていうのを経験します。そして、絶対カレンチルドレンの放送が始まります。4月6日にスタートします。でまだね情報出ないんですね、この段階でも。で6月11日になって、オーバーザフューチャーの PV が期間限定で公開されます。オフィシャルサイト、ヤフー動画、ギャオとかですね、期間限定で公開されると。でここで初めて、あ、この3人が歌ってるんだっていうことが映像でわかるんですけども、まあ、振り付けがね非常にいいねという評判になったと思うんですね。で振り付け師は、Perfume の振り付けで知られている水野美紀子、さんですね。ですから中本鈴香とはですね、もう2008年から8年以上の付き合いと、いうことになるわけですね、振り付けでは。そして6月14日にやっとですねカレンガールズの正体が明らかになるわけですね。そしてバークスという音楽情報サイトで特集が組まれます。で6月25日にオーバーザフューチャーが発売されて、オリコンデイリーランキングが10位、そして週刊オリコンランキング17位という成績ですね。で28日のロンドローブ出演して2000人の観客が集まりました。初めてのライブステージですね。
そして8月にもですね、幕張メッセのサマーフェスティバルに出演しています。で、オハスタ、テレビ東京のオハスタに出演して、ここがですね、ですから中本鈴鹿のテレビの初出演がこの8月29日のオハスタですね。初めてのテレビ出演で、カレンガールズを有名にしたのがこの8月30、31の、アニメロサマーライブ、まあ、世界最大級のアニメソングのライブイベントですね、アニメロサマーライブ、サマーライブで、これ埼玉スーパーアリーナでやりましたけれども、カレンガールズが出演して、これで2万人集まりましたから、初の大規模なイベント、10歳で中本鈴鹿10歳の時に2万人の規模のステージをもう経験しているということなんですけども、ここでですね、何あの小学生すごいねっていうふうになりましたよね。私も今でも覚えてるんですけれども、すごいキレがあるし、踊りですね、ダンスにキレがあるし、歌もいいしっていうことで、まあ、あのファンがここで増えたと思うんですね。で、2009年に入って、まあ、ファーストアルバムが出ます。Fly to the Future というのが出ます。オリコンチャートで19位ですね。ですから、ファンはね、着々とこう、ファンを増やしてるんですけど、もう解散決まってますから、非常に微妙なとこなんですけれども、非常にもったいないなっていうふうにみんな思ったと思うんですね。で、中本鈴鹿は、これ並行してですね、ミュージカルに出演し始めます。冒険者たちというミュージカルなんですけども、これは原作がガンバですね。ガンバと15匹の仲間が原作で、ダブルキャストです。アミューズキッズの堀エリネさんという方とのダブルキャストで、まあどちらかが出るわけですね。スケジュールに合わせて、二人一役でっていうことですから。で、ここでミュージカルをやりながら、カレンガールズの活動もし、そしてスクールのイベントにも出るということで、すごい掛け持ちしてるわけですね。で、3月14日いよいよですね、最後の時が来ます。あのカレンガールズの解散の時が来るわけですね。で、解散ライブっていうんじゃなくて、もう最初から決まってましたから、任務完了スペシャルライブと。で、実はこの時に最初にちょっと話しましたけれども、水野由衣、由衣メタルがカレンガールズの大ファンだったので、この会場にいたわけですね。そしてミューズの、アミューズの、コバメタルこと小林圭さんも来ていて、このライブを見て、このカレンガールズの最初で最後の単独ライブを見てですね、すごいと、よし、中本鈴鹿を使ってなんか新しいユニットを作ってやりたいというふうに思ったのがここなわけですよね。で、この14日で解散ライブがあって、で、次の日15日ですね、またあの、ミュージカルに出てるんです。すごいですね。あの、解散ライブやった次の日に、ミュージカルの公演の最終日でまた出演してるんですね。冒険者たちの公演の最終日が15日ですね。ということで、3月31日に、カレンガールズ、まあ、絶対カレンチルドリン終了して、カレンガールズの活動も終了すると。で、その後は、女子中学生向けのファッション雑誌の専属モデルになったりするわけですけれども、2010年、4月桜学院のオリジナルメンバーとして活動を開始すると。そして、10月28日にクラブ活動、桜学院のクラブ活動重音部ができて、そこに所属するということで、ここからまあ、ベビーメタルの具体的にその発想の元の発想からですね、具現化された形で、活動が始まっていくということですので、これ整理するとですね、まず2009年の3月14日、カレンガールズの任務完了スペシャルライブ、まあ、カレンガールズの最初で最後の単独ライブがあって、ここにコバメタルが来ていて、ですからこの日が、ベビーメタルの発想の起点ですね。そして2010年の10月の28日に桜学院のクラブ活動重音部が活動スタートすると具現化したわけですね。で、2010年の11月28日の桜学院のライブ、
横浜赤レンガ倉庫でのライブですね。で、重音部が、ドキドキモーニングを初披露すると。で、この日がベビーメタル誕生の日というふうに解釈しているファンが多いよという話はしたと思います。長本鈴鹿のパフォーマンスを見た、カレンガールズの時のパフォーマンスを見たコアメタルの発想が全ての始まりですね。ここからアイドルとメタルの融合というところに、着想が発展していって、そして桜学院の重音部という形になったと。